ここに来るのも3年ぶりだねー。あ、霊夢とマリサいるじゃん。ゆかりが言ってた通り。生きていたのね、あやの。でも、本当に幻想炎夢と京月美琴を連れてくるなんて、綾野幻想郷に住むのはわかるけど家とかあるの？ない。はあ、それなら私の方で用意するわに。3日かかるけどその間私の家で住ませてあげる。こいつに乗ってもいいか？僕は別に構いませんが。酒だ。俺はこう見えて酒好きなんでな。ああ、暇だ、なんかやりたい。おい、見ているんだろ、出てこい。隙間妖怪。あら、さすがにバレるのね。3年ぶりね、あやの。ゆかりさん、老けました？あら、言っていいことと悪いことがあるのよ。さあせん。まあそれに見ていたのは監視の意味もあるし。それに。それに？なんでもないわ。それにエルズ、ユウヤ。あの人が怒っていたわよ。余計な真似をするなとね。処罰は下るんですか？さあ。それはわからないわ。それじゃあ幻想郷の生活楽しんでね。エルズ、ユウヤ、あの人って誰？知らない方が身のためだ。一言言うのなら、そいつは、ヘカーティアと同等の実力の持ち主だ。そろそろ夜になるから部屋に移動しようか。ゆうや。言うな。言いたいことはわかる。あの人の目的は知らんが。今は何も手を出さないのが吉だ。最悪の場合、俺やお前も、綾野や幻想郷の住民たちを危険にさらす。結論から言うと怒らせるなだな。ゆうや。ああ、見られていたな。しかもプレゼント付きでだ。ここだとあれだ。移動するぞ。ワールドマジック、セカンド、空間創造。こいつは魔界の番人エンディーズだ。急所は中心の核だ。ワールドマジック、サード、テクニック強速の設備。ワールドマジック、フォース、スターボルトロック。おそらく、見ていたやつは狙いはわからんが、何かしらの目的があるはずだ。とりあえず今は、幻想郷の生活を満喫しよう。とりあえず夕飯を食べて、
風呂入って寝るぞ。見ていた奴の捜索は明日からだ。